褒められると照れてしまいます。女の子が可愛いねと言われると照れてしまいます。周囲からもすごいねですねとか言われると照れてしまいます。かっこよく振る舞いたいのですが、照れないコツは何かありますか？照れてるうちが花だと思いますよ。僕基本的に褒められた場合、あ、こいつなんか下心ある敵だなって思っちゃうんで、なので褒められる時点で僕すげえ警戒しちゃうんですよ。多分罵倒されるとか悪口を言われるは敵認定しないんですよ。要は本当に僕のこと嫌いな人って多分悪口言わないんですよ。関わろうとしないから。だから本当に嫌いな人も関わろうともしないんで、例えば僕がその中でビール飲みながらダラダラ喋ってる時にそのコメント欄でバカにする人とか、じゃあ僕の悪口を書く人ってわざわざ僕の放送を見に来て書いてる人なので、本当に嫌いじゃないんですよ。本当に嫌いだったら僕の顔見るのも嫌だろうからね。なので別に敵認定しないですけど、だから僕が敵認定するパターンと褒めてくる人なんですよね。悪気がなくて褒めてくる人はいるんですけど、大体悪気のあるやつって褒めてくるんですよ。海外に日本人が行った時に片言の日本語で近づいてくるやつって大体うさんくさいんですよ。もちろん本当にいい人もいるんですけど、大体詐欺師で騙そうとしてくるやつなんですよ。東南アジアとかで日本語で話しかけてくるやつってっていうのがあるので、褒めようとして近づいてくるやつは大体僕敵だと思ってるんですけど、でこれ多分間違ってないと思うんですよね。なんか褒めりゃいいと思って、なんだろうな、褒めれば喜ぶでしょっていう風に考えられてる時点で、僕もそれやるんですよ。あ、こいつバカだな、褒めとか喜ぶだろみたいなの褒めるんですけど、だそういうね、褒めてくる時点で、あ、バカだなって思われてるし、褒めとか喜ぶだろって思われてるなって思うと、やっぱりどちらかというと敵じゃないですか。なので基本僕敵だと思っちゃうんで、なので照れるぐらいは全然人間として真っ当だと思います。はい、僕が間違ってると思います。はい。